はぁ、え、お前そんなとこで何してんの？いやちょっとね。あ、もしかして、それかっこいい坊主のつもり、全然かっこよくないんだけど。うっせーよ。じゃあなんなんだよ。実はその、歩けなくなっちゃって。歩けないって、マジ何があったんだよお前。まあとりあえず理由は聞かずにさ、歩くの手伝ってほしいんだけど。あのねえすけさん。え、そんなのがまかり通ると思ってんの。言っとくけど俺そんなお人よしじゃないから、理由言ってくれるまで絶対に手貸さないよ。それでもいいの？お前ほんと俺には態度でかいな。人間の前だと使い物にならなくなるくせに。ちょ、お前、それは言わない約束だろ。そんな約束してません。はぁ、しょうがねえな。笑わない？笑わない笑わない。実は、筋肉痛になっちゃってさ。筋肉痛ってお前が、骨しかないじゃん。どこに痛む筋肉があるんだよ。だから痛くなかったんだよバカ。で、え、なんで筋肉痛になんてなったんだよ。それがさ、そこはあっさり言うんだ。久しぶりに人間と遭遇したから、走って追いかけたわけ。しかも全力疾走で。ああ、それで筋肉痛に。いやあ、派手にやっちゃったわ。でも、確か最近運動不足だって言ってたよな。言った言った。なのに全力疾走したと。そうそう。お前バカだわ。ただの自業自得だぞそれ。心配して損したわ。さっきのどこに心配してる要素あった？お前ただ笑ってただけじゃねえか。俺が話しかけた時点で、それはもう心配してますってアピールだから。お前のアピールわかりにくいわ。ああ、それにしても痛い。もうお前の手伝いなしじゃ、歩けなくなったらどうしよう。そういえばスケさんって、犬が苦手だったよな。急になんだよ、そうだけど。もしその苦手な犬が、急に追いかけてきたりしたら、火事場のバカ力ってやつで、案外走れちゃったりするかも、って思ってさ。ええー、いくらなんでもさ、苦手な犬が追いかけてきたからって、歩くのさえ大変なのに走れるわけが。え、じゃあ、犬が、食べないでー。ほらな。